はい、どうもエルザレットです。ではアオスパ研究やっていきたいと思います。ではアオスパ研究、そうですね、まずポイズンの方から説明をしていきたいと思います。じゃあ早速いきましょうか。ですね、ポイント1はこの位置です。投げるときはもうちょっと奥めでもいいですね。で、まあここに投げる理由はこの周辺、敵が正面にいることが多いことと、ここかここかここの裏に隠れてる時が多いので、大体、まあ、この辺りかもっと手前か、さらに、まあ、上からこう投げて通路に投げるのがいいかなと思います。こちらがポイント1です。じゃあポイント2行きましょう。ポイント2は先ほどと反対側になりますね。投げ方としては一緒なんですが、たださっき 1のように上を越えさせるのにちょっと手間がかかります。結構コントロールいりますね。なのでその場合はもう普通にこっちこう投げた方が早いです。あとはこの後ろに投げることできるんですけど、ルールによってはここ動いてる遮断物がありますので、まあ、ここに投げ込むのも結構大事かなと思います。まあ、1とほぼ考え方は一緒なので、ただこうやって上を越すっていうのがちょっと手間がかかるかなという印象です。では続いてポイント3ですね。ポイント3は、ちょっと敵に攻められてる時になるんですけど、まあこの辺りですよね、に投げるのがいいと思います。まあ正面から来る敵がここ通ってくるので、ここに投げておくか、まあ、こういう風にこっち側に投げておくといいと思います。でここに投げておくといいのが、例えばいた時に嫌がってこちら側に来ます。なのでそういった時に投げておいて、まあ、こっちで構えておくとかね、しとくと置き打ちで相手を攻撃することができるので、まあ、ポイズうまく使っていく。逆に言えばこっちに投げてしまったら、こっちに来たらこっちに来たらラッキーですけどね、多分左側に来るのでこっち側を対処するっていうのでいいんじゃないかなと思います。まあ、こっち側もありなんですけどね、どうしても上の方に当たってしまうので右側の方がいいかなと思います。では次いきましょう。次がですねポイント4ですね。ポイント4はここですね。ここ高台の方です。で理由としてはやっぱここにチャージャーとかハイドラ延長距離系かいると結構厄介なんですよね。あとはこれなかった場合ジャンプで飛び越えれるので上の方から撃たれるんですよね。まあ自分の方からしてみると、まあ、こんな感じで移動ができるので、ここにポイズンが当たってるだけで相手は飛び越えにくくなります。投げておくと多分飛び越えれないはずなんですよね。はい、こんな感じで飛び越えれない状態になりますので、まあ均衡してるときに相手がここの上取らないように投げておくのがおすすめかと思います。じゃあポイント5いきましょう。ポイント5についてはこちらですね。相手の侵入口を塞ぐ、時に使います。まあここ警戒として投げておくだけで相手嫌がるので、そういうときは、まあ、こういうこっちか上また左を見ておけばいいかなというところです。ポイント6、ポイント6はこの L 字のところですね。こちらもポイント5と一緒で嫌がらせです。この後追っかけるのは禁止です。危ないので、ここに投げておくと相手はもう上か右、にしか来れなくなるので、まあこっち投げといてこっちにも投げとくっていうのもありかもしれない。ただ追っかけるのは禁止です。はい、これが6ですね。じゃあ続いて7はここです。はい、ただマップで上をぐるーって回ってきた敵に対して投げるぐらいなので、そこまで使わないポイントですね。じゃあ最後いきます。ポイント8、ポイント8も逆ですね。こちら側から来た敵用となります。ただしこっちに投げるメリットとしては、このスポンジ
塗っておくとスポンジを伝って相手が高台に移動できるんですよ。で、あまりそちら側にいると嫌なマップではあるので、できるだけそうですね、投げておいて敵が来るっていうのは警戒しておくのがいいです。あと左側に比べて右側の方がちょっと広めで、スポンジがあることによって相手が有利になるので、正直あまり右側からは個人的には攻められたくないなっていうのが、個人的な考え方になります。そうですね、これで、ポイズンに関しては以上となります。じゃあ続いて、そうですね、雨降らしの実況の方に行きたいと思いますね。少々お待ちください。はい、では続いて雨降らしをやっていきたいと思います。で、そうですね、まずスペシャルを貯めないと始まらないんで、スペシャル貯めたいと思います。じゃあ貯まりましたのでやっていきましょう。ポイント1はこちら側ですね、この投げ方になります。斜めに投げる感じですね、今回は。で、斜めにするとエリアだとここ十字に挟む感じになるので、こう十字っていうかこう斜めに行くので、ここからこの裏ですね、この裏、あとこちら側にいる敵に対して邪魔ができます。ただしここのストレートに対しては全くアプローチかけれないので、なんか敵が中央いないな、ここの中央にいないなと思ったら、正直正面に投げた方がいいかなと思います。あくまで、まあ、真ん中に敵が寄ってるっていう時に有効なところとなります。では続いていきます。先ほどと、逆になります。こちら側からですね。で、こちら側、こちら側から投げれるメリットとしては、もちろん下から投げることもちゃんと、その一つなんですけど、もう一つは上の方から投げることができるっていうことですね。で、左の方もできるんですけど、左よりこちらの方がまだ近いです。なので投げておいて、雨と同時に下に降りて侵入をできるという感じになってます。だからここで投げれるかここで投げれるかで濡れる範囲が変わってくるので、とても、大事なところですね。雨降らしって結構邪魔で使うのが一番いいかなと思ってるので、あまりこうなんでしょうかね、キル目的でしない方がいいのかなっていうふうに思ってます。では次行きましょう。ポイント3です。ポイント3は、ここあたりですね、に投げ、あ、もう一つ、もう少し前です、まあ、ここでもいいんですけど、このあたりで斜めに対して投げます。まあ僕だったらこうかな、真下投げるかな。で、ここに投げる理由としては、まずこちらの高台、に対してちょっとこう邪魔をする。もう少し左でもいいですけどね。あとは正面のこの高台です。ここからこちらに対して邪魔をすると。ただし、手前で投げすぎると全く高台に届かないので、相手から脅威は感じられにくいです。あ、ごめんね、古野さん、なのでもう少し前に出て投げるのも正直ありかなと思います。投げるのであればポイズンでは、ここで見えるところでこう投げるのもありだし、あえてここの上ですかね、こういう投げ方もありです。じゃあポイント4いきましょう。ポイント4は反対側です。反対側からこの高台に向けて投げるっていう感じですね。なんですが、出発はできるだけこの広いところですね、からがおすすめです。ですね、広いところだと今みたいにこう左に避けるしかないんですよ。引くにしても、結構相手からするとめんどくさいです。この中をこうって引くのもダメージ食らいながら下がるので、ここら辺まで振ってるんですよね。スリップダメージとしては本当いやらしい与え方になるので、左からはできるだけちょっと、この広場ですね、この広場から高台に向けて濡らすっていうのが、一番いいと思います。じゃあ最後行く前にスペシャル貯めましょうか。はい、貯まりました。じゃあポイント5に向かいたいと思います。ポイント5については正面です。まあこの辺りでもいいです、もう少し大きいでもいいんですけど、多分ここ辺りが一番おすすめです。で、その理由としては、ここから
ちょうど高台に行って終わるところがギリギリこの上までギリギリここら辺まで来るんですよ。ってことは 上にいる敵は真正面に降りてくるか後ろに とんでもなく下がらないと雨を避けることができません。まあもちろん横に避けてもいいんですけど、こちら側に避けた場合は L 字になっているので、ダメージ食らえます。ですがこちら側の場合は細い直線になるので、まああまりこう直線上になるのはあまり良くないので、相手からすると少しというかかなり嫌なポジション取りになるかなというところになります。はい、ということで今回は雨降らしが以上となります。まあ、あの弱体化の話が雨降らしはあるんですが、もともと雨降らしはね、あの 13% 当初から増えてますので、今回 6% 減でしたっけね、まあ何パーセントか減されましたが、一番最初に雨降らしが実装された時よりかは全然横の幅が広いということなので、まあまあそこまで大きな影響はないかなと思ってます。でキル目的で使った人は正直辛いかなと雨降らしに関しては思うんですが、基本的に僕雨降らしは邪魔をするために投げてます。だからキル目的で投げると投げ方も結構厳しいし、クリアリングもかなり甘くなります。なんですが邪魔前提だと雨で濡れてないところに敵が逃げてるっていう前提もありますし、クリアリングが、しやすクリアリングするっていうことの意識が変わらないので、正直そこまで問題はないかなと思います。では今回のアウスパ研究はここまでです。まあポイズンと雨降らしですね、またやっていきたいと思いますが、まあ大体3分の1終わりましたね、マップがね。残り3分の2もしっかりやっていきたいと思います。それでは、そうですね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまたね。